魔女の館です。インストラクターコースの試験に向けてお勉強していらっしゃる方、いかがでしょうか。ついに試験月3月に入ってしまいましたね。でもまあ、あと約1ヶ月ぐらいあるのでね、最後頑張っていただきたいと思います。ということで、本日はですね、このインストラクターテキストの中の健康学の最後の部分、女性の健康についてお話ししたいと思います。女性の健康、なんで女性だけ男性ないのみたいな感じでね、思われるかもわからないんですけれども、私たち女性っていうのはね、ホルモンがね、いくつか出たり入ったりしてるんです。なので、どうしてもね、ホルモンバランスを崩しやすいっていうところがあります、男性に比べるとね。ですので、ここでちゃんとどういうふうなシステムになってるのかっていうことを分かっておくと、その試験の勉強っていうのも大事なんですけれども、自分自身の体のことですので、今こんなふうになってるのねっていうことがね、分かるとね、これから先更年期障害を迎えたりとか、それから月経痛とかいろんなことがあるんですけれどもね、その時に、今こういうふうになってるのだったら大丈夫ってね、対処しやすい。で、それからここの部分に非常にね、アロマテラピーってね、いい作用してくれるんです。ですから、特化してお勉強することになっています。ということで、女性の健康なんですけれども、健康というか体ですね。私たち女性の体っていうのは、生殖器が2つありますね。卵巣と子宮です。で、それぞれがそれぞれの働きをしていて、で、お互いに連携プレーをして、受精に向かって走っているわけです。私たちも動物の一種ですから、常にこう種の保存という本能が働いて、体は受精しよう、受精しよう、赤ちゃんを産もう、赤ちゃんを産もうっていうふうにね、働くわけです。どんなふうな形でホルモンが出てくるかというと、その排卵に向けて出てくるわけなんですけれども、最初、内分泌の時にお勉強したのを思い出していただきたいんですけど、生体が卵胞刺激ホルモン、これを別名 FSH っていうんですけど、でそれを卵巣に向けて出すと、そうすると卵巣はその刺激を受けて、いわゆるエストロゲンっていうものを出すんですね。女の子をおぎゃーと産んだ時に、その女の子の卵巣にはね、もうすでにね、卵子がいっぱいいるんです。それを原始卵胞って言うんですけれども、それでエストロゲンがそこにこう降り注ぐっていうのかな、そういうふうになるとね、競争しだすんです。で、やっぱりね、卵子の卵もね、人間になりたいわけですよ。だから、私なりたい、私なりたい、私なりたいみたいな感じで、じゃずっと競争するの。で、それでね、一番でかくなって、で、勝ったっていうやつがいるんですよね。それをね、成熟卵子っていうんです。別名グラフ卵胞っていうんですけれども、で、それが成長していきますよね。で、もうそろそろね、卵子として成長して、ポンと逸脱されてもいいよっていう、ちょっと前ぐらいになってくると、排卵に向けて、今度は先ほどの下垂体から黄体形成ホルモンっていうのが出るんですね。で、これを LH っていうふうに言います。いきなりバーンと出るんですよ。で、それを LH サージっていうんですけれども、そうするといきなりこの LH がバーンと出るわけだから、びっくりしちゃってね。でね、その卵子がね、ポンとね、卵巣から飛び出るの。で、それが排卵なんですね。飛び出るっていうかね、卵巣の壁をね、ぶち破るんですよ。ですから、敏感な方は結構ね、排卵痛っていうのを感じられるそうです。あ、いた、今回右だったな、みたいな感じでね。で、私はちょっと鈍いからそれは分からなかったんですけれども、そういうふうでね、飛び出て、で、そこに精子が来ると受精をします。排卵の時っていうのはね、そのぶち破るんですけれども、卵のね、白身と黄身が逆みたいな感じ。こんな詰めてるでしょ、黄身が白身に。真ん中の黄色いところが卵子だと思ってください。で、このすねは卵胞です。で、それで卵子だけポンと飛び出るんですよね。で、そうすると残ってる白身の部分の卵胞っていうのがあるんですけれども、それは卵巣の中残ってる、それが今度は黄体っていうものに変わっていくんです。で、どん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 大きくなって、そこから今度プロゲステロンっていうホルモンを出すんですね。このプロゲステロンっていうホルモンが出てる間は妊娠 OK な状態なんですよ。で、ずーっと妊娠して黄体はどん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 大きくなって、プロゲステロンをね、分泌し続けるんですけど、残念ながら受精できませんでしたっていうふうになると、これがね、ちっちゃくちっちゃくしぼんでね、白体っていうものに変わってね、で、消えちゃうんですね。卵巣の中でエストロゲンが出て、で、どん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 卵子の競争が始まるなっていうことはね、血中の中にエストロゲンが少しずつ少しずつ出るからね、それをね、子宮が感知するんですね。そうすると子宮はね、いつ赤ちゃん来るかわかんない。じゃあ赤ちゃんをとちゃんと育てるためのベッド作んなきゃと思って、子宮内膜をね、どん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 分厚くするんです。それもエストロゲンの作用なんですけれどもね。そこで受精卵を待ち受けるわけですよ。それが残念ながら来ませんでしたになると、子宮内膜はね、こう剥がれて落ちてしまう。で、これがね、月経血なんです。で、それがだいたい4週間の周期で回っています。卵巣と、それから子宮はどういうふうな周期をするかというと、まず卵巣はですね、一番最初に月経が始まった頃からね、もう次の受精に向けていかなきゃいけないので、どん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 エストロゲンを出します。で、それでその、卵子を育てていくわけ。
なのでそこを卵胞期っていうふうに言います。で卵胞期が2週間さっき言った、成熟卵子がポンと出てしまう、排卵する。で排卵した後は残った黄体が卵巣の中でどんどん大きくなってプロゲステロンを分泌していく、これを黄体期って言います。卵から黄身だけでだよって覚えとけばいいかなと思います。でじゃあ子宮はどうしてるのっていうとね、前のやつがダメだったから1週間は月経期なんです。で月経期が終わったら、でその次に子宮内膜を、ね、増殖していく、増殖期っていうのになります。で排卵したらその状態を維持していく、分泌期です。なので卵巣周期と子宮内膜周期っていうのはお互いのホルモンのやり取りで連携しながら、その28日間回っているっていうような状態なんですよね。そうですね、10歳ぐらいもう生理が始まってからずっとねそれを繰り返して閉経までいくという。やっぱり女性の体ってね非常にね敏感だしデリケートなので、私たちは自分自身で自分自身の体をいたわってやらなければいけないかなっていうふうに思います。代表的なホルモンとしてはエストロゲンとプロゲステロンなんですけれども、この2つのホルモンはどのような作用をしているかというと、まずエストロゲンはですね、あの女性の二次成長、だからもう10歳11歳ぐらいになるとなんとなく女の子っぽい体つきになるじゃないですか、丸みを帯びた。それで月経が始まる、あの性器の成熟も進んでいきます。それから子宮内膜を分厚くするのもエストロゲンの作用だし、で今回ダメだったねって言って子宮内膜を剥離して月経期日として出すのもこれもエストロゲンの作用なんですね。でそれと今度はねコラーゲンを作ります。それから LDL ですね、悪玉コレステロールを抑えてくれます。それからカルシウムがどん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 骨の方に吸収するのも促進してくれます。つまり赤ちゃんを産むっていうことは骨盤がしっかりしとかなきゃいけないし健康にならなきゃいけないので、そういうことを全部抑えてくれてるんですよね。お肌も結構きれいになります。ですから月経が始まった頃から排卵までの間っていうのはコラーゲンがきれいに出てるし、体もすっきりとしててきれいなんですよね。で今度排卵が終わってからはプロゲステロンの作用になってくるので、じゃあプロゲステロンはどういう作用をしているかっていうと、基礎体温を上げる、それから妊娠の継続をしたりしますね。で私たちはね一人ではね産めないですよね。どうしても男性の精子がいるわけですよ。だから月経が始まった頃からですね、エストロゲンでねきれいにしてね、スリムな感じにしてね、でまあ言ったらね男性をね、するんですよね。で受精したらもうその人いらないじゃないですか。今度自分の子供の方が大事なので、自分の子供を産み育てていく方になるの でしっかりとした体、赤ちゃんが一番だから体がむくんできたりとか水分溜め込んだりとかしてね守ろうっていう形なのでね、排卵後月経までの1週間っていうのは結構ニキビがブツブツできたりとか、なんか体がむくんだりとか、まあいろいろとありますよね。でそれでダメだった、そしたらまたもっぺんきれいにならなくちゃって、だって男いるからっていう風な感じでね覚えてもらったらいいかなっていうふうに思うんですよ。女性の周期ってね基本的にね月に絡んでるんですよね。新月の頃から月経が始まって、で満月で排卵ですよね。で今度満月からまた欠けていって、で新月のところでまた次の月経みたいな形で、排卵っていうのはね満月だって考えてもらったら、満月の夜に男が狼になるっていうのもね、あながち嘘じゃないなって思いません？でそういうふうなのがエストロゲンとプロゲステロンっていう、まあ、女性ホルモンの代表的なものなんです。エストロゲンは卵胞ホルモンで、プロゲステロンは黄体ホルモンっていうふうに言っています。これがですね、バランスが崩れていろいろと問題が起こる一番代表的なものとしては更年期障害っていうのがあります。これは先ほどの4つのホルモンのバランスから見たらね、非常に更年期障害ってね理解しやすくなると思うんです。つまりFSH っていう卵胞刺激ホルモンが出ますよね。そうすると卵巣は一生懸命エストロゲン出しますよね。それをこう血液の中で、ああ入ってるねって言って視床下部が感知したら、もうそこで収まってまた次の時にっていう形になるじゃないですか。ところが年齢がいくとだん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 卵巣が疲弊しちゃって、そのね言うた通り出ないんですよね。そうすると下垂体は一生懸命刺激ホルモン FSH を出しているのに、自分の言うこと聞かないで卵巣は全然エストロゲン出してくれないじゃないですか。でそうするとね視床下部に怒られるわけですよ。 もっともっとちゃんと出さないとダメだろうって言って、そして今度は下垂体は FSH をもっと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 たくさん出すんですよね。でもね卵巣はエストロゲン出せないんですよ。だから FSH がすっごく多くって、でエストロゲンが少ない、このバランスが崩れてしまうことによって起こるのが更年期障害なんですよ。ホルモン補充療法って聞いたことないですか？減ってしまっているエストロゲンと同じようなものをそこに入れる。そうすると FSH は元々の量になって、でエストロゲンも同じような量になって崩れたバランスが整っていくっていうことなんですよ。
私はこれを聞いた時にね、じゃあ一生ホルモン剤飲み続けなければいけないのって思って、たまたま短時間にいた時にね、先生に聞いたんですよね。そしたらその先生がおっしゃるにはですね、まあ、人間の体もだんだん衰えてくるからね、そのうちに視床下部の方もだんだん衰えて、でその FSH そんなに出さなくたって大丈夫になってきてね、でそのエストロゲンも少ない FSH も少ないっていうね、なんか少ないなりのバランスが取れてきて、それで更年期障害っていうのは終わるだよっていうお話を聞いたんですよ。なのでそこまでの間っていうのをちょっとホルモンまでいかなくても、アロマテラピーとかいろんなものでこうカバーするっていう風にしていくと、更年期障害がね、割とねすんなりとねいくのではないかなと思います。でまずその更年期障害って言いましたけれども、じゃあ更年期って何ですかっていうとですね、日本人の女性の平均年齢っていうのはね 50.2 歳ぐらいで、それの前後5年間この10年間って言われているので、だいたい45歳から、まあ、55歳ぐらいまで平均ですよ。だからすごくもっと遅くに出る人もいるし、もっと早い40代始めから出る人もいます。でもだいたいその間が更年期っていう名前がついてるんです。でその間に起きるいろいろなややこしいこと、それを障害ですね。ですからそれを更年期障害っていうので、だからそれを縮めてみんな、ああ今更年期やねんって言うんだけど、更年期はみんなに来ます。でも更年期障害は人それぞれ個人差があります。で、まあ、閉経後の問題っていうのがいろいろ出てくるんですよね。前回の肥満のところで言ったように、まあ、閉経後の女性っていうのは、内臓脂肪型肥満になりやすいっていうふうに言いましたよね。で、つまり、その、エストロゲンっていうのはそういうのを抑えてくれてたので、そのエストロゲンが取っ払われちゃうので、取っ払われてゼロではないですけれどもね、LDL が増えて脂質異常症になっていったりとか、カルシウムのね、吸収を促進してたのがしなくなるので、骨粗鬆症になっていったりとか、でそうやって先ほどの、まあ、内臓脂肪型肥満になっていたりとかっていう風な、まあ、諸症状っていうのが出やすくなります。だいたい閉経後の女性の、ね、半分ぐらいはね、あの脂質異常症、いわゆる悪玉コレステロールが多いっていう風に言われています。で、まあ、それはなぜダメなのかっていうと、動脈硬化を起こしやすいって、動脈硬化を起こすとどうなるかっていったら心筋梗塞とか脳梗塞を起こしやすいっていう風に言われてるんですけれども、女性はだいたいね、ずっとねエストロゲンでこう守られてきてるんですよね。でその間はね、そんなにね LDL は高くないじゃないですか。それで閉経になってからぐーっと上がっていって、で男性はもうだんだん年齢ともこうなっていくので、で途中でねこう交差して女性の方が多くなるんですけれども、でもね女性はここのね貯金があるからね、だから男性ほどねリスクはね高くないっていうのもあります。だからって安心しないでほしいんですけれども、まあ、とりあえずねそんなにね深刻に考える必要はないかなと思います。あ、ちょっと高いなぐらいだったらね問題ないのではないかなっていうふうに、私自身は考えています。私も多分なってるのではないかなっていうふうに思います。だいぶ前に検査した時に若干やっぱ多かったのでね、まあ、そういうふうなので、まあ、ちょっと年齢的にこの閉経後っていうのはそういうふうなことが起こります。更年期障害以外では、PMS っていうのがまずあります。月経前緊張症とか言うんですけれども、まあ、生理の前になるとなんとなくお腹が痛いとか、それから腰のあたりが重たいとか、なんかこう体がむくんでるみたいな感じのものですね。でそれから月経痛です。でこれはねどうしてもね子宮内膜が剥離して、で子宮から出そうとするわけなので、その収縮しますよね。なんか、ね、若干やっぱりね痛みはあります。ただそれがすごくねひどくて、日常生活に支障をきたすっていう風になってくると、これが月経困難症というのになるんですよね。で月経困難症には、器質性とそれから機能性っていうのの2つがあって、で機能性っていうのはですね、生理が始まった頃になるようなものなんですけれどもね、これは今のところね原因不明だって言われてて、でもまあもしかしたら子宮発育不全とかいろんなことが考えられるのではないかなっていうふうに思いますけれども、まあ、そういうものです。でそれから器質性っていうのは大体35歳ぐらいから後に出てくるもので、子宮筋腫であったりとか子宮内膜症の症状と合わせて出ることが多いので、で注意して、もし心配なようでしたら、まあ、一度見ていただくということも大切かと思います。月経困難症なんですけれども、なぜかこのテキストに月経困難症のところにですね、無排卵月経の場合はね、月経困難症は起きませんって書いてあるんですよ。なんで無排卵月経だけがこうやってピックアップされてるのかなって不思議でしょうがないんですけれども、無排卵月経っていうのは何かと言いますと、排卵がないのに月経が起きるんです。で実は私それは経験者なんですね。いわゆる経流流産っていうのをしたんです。でその受精っていうのは最初、多分これ一番最初話したと思うんですけれども、正常な卵子とそれから正常な精子が、まあ、受精した時にちゃんと着床するんですけれども、結構ねどちらかが異常もしくは両方異常っていうことも多いんですよね。でとりあえずドッキングして受精にはなるんですけれども、まあ、それはねもともと育てない受精卵なので、そのまま月経血水中に出てしまうっていうことが多いんですけれども、たまたまそれが着床するんですね。
着床したら妊娠したと体は思うので、妊娠と同じようにつわりも出ますし、それからまあもちろん月経止まったりとかするんです。でもいつまでたってもね、その成長しないんですね。だいたい8週ぐらいで心臓ができるんですけれども、それもできない。でそうするとどうなるかっていうと、ほっとくともう大出血するわけですよ。なので手術をするんですね。ある程度するとまた月経来ますよね。私はその時基礎体温を測っていたので、その基礎体温がね、普通はね、こう排卵までは低くて、で排卵終わったらこう高くなって、こう2層を作るんです。でその2層で排卵っていうのはある程度わかるんですけれども、それがねずーっと同じ温度だったんですよ。3ヶ月か4ヶ月測ってね、その記録を持って病院に行きましたら、あ、無排卵月経だねって言われて、つまり体は妊娠してると思ってたのに、途中で物理的に切られてしまったので、卵巣の方はまだ妊娠してると思って排卵はしない。でも子宮はもうちゃんと、それが子宮なのか剥がれちゃってるので、なので月経を起こすっていうね、ちょっとね、うまくいかなくなってしまって、それをまあ無排卵月経っていうふうに言います。でこれがわざわざね、今回テキストに出てるっていうのはね、無排卵月経の人が多くなってるのかなっていう気もしないでもないんですけれども、まあとりあえず意味はそういうことだっていうふうに理解しておいていただければいいかなというふうに思います。まあ本当に複雑でややこしいですよね。でも私たちの体の中でずっと28日ごとに行われているんです。ですのでできるだけね、いたわってあげてください。で特に卵巣ね、卵巣っていうのはやっぱりそうやってブチブチって毎月1回破られるので、とてもかわいそうっていうか、だから昔の人はですね、17、8歳ぐらいから子供を産み出したじゃないですか。で10人とか15人産みましたよね。でそうすると、妊娠してる間っていうのは排卵はない。それから今度赤ちゃんを産んでからおっぱい飲ませてる間も排卵がない。だから基本的には2年間排卵がないわけですよ。で2年間排卵がなくて、それでもし10人子供を産ったら、なんと20年間排卵がないですよね。その間卵巣がこうやって突き破らないわけですよ。で20年間で、まあ、そのすぐに次から次へというわけではないので、ちょっとだけ間を空けていくと、まあ、おそらくね、最後の子供を40歳ぐらいで産んだとしても、その子が10歳ぐらいになって畑仕事もできるようになると、もうそこら辺で女性は寿命が来て50歳ぐらいで死んでたわけです。ですので卵巣なんかの問題もあんまりなかったし、で更年期障害も基本的にはないですよね。更年期障害になる前にもう寿命が来てましたからね。そういうような、まあ、時代だったんですけれども、今はそんな10人も20人も子供を産めませんし、でそれから寿命も長くなっているので、どうしてもね、女性の体に負担がかかってくるっていうのがあります。それとまあこのストレス社会ですから。ですので、まあ、その卵巣はね、疲れてるのよっていうことをちょっと分かってあげて、規則正しい生活をするとか、たっぷり睡眠をとるとかっていうのでね、でその時にぜひぜひアロマを使っていただければいいかなというふうに思います。今日は女性の健康について、ホルモンのバランスであったりとか、それからまあ女性に起こるもろもろの、それに関わる諸症状なんかについてお話しさせていただきました。なんかこう、あっち行ったりこっち行ったりで分かりにくかったかなっていう気もしないでもないんですけども、いつも言いますけれども、分からなかったらどんどん質問していただいたら結構です。心から応援しております。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。